ご覧いただいているのは1987年に行われた日本シリーズ第3戦で江川卓氏と清原和博氏が対戦している映像になる。この打席は清原氏の1打席目で、江川氏はまず初球清原氏に対しカーブで攻めワンストライク。続いての2球目、江川氏は清原氏に対しインコースの高めで攻めようとするが、これが大きく外れてワンボールワンストライク。続いての3球目、今度は江川氏はカーブを投げ、これが甘く入るが、清原氏はストレートを狙っていたのか、これを振らずワンボールツーストライク。続いての4球目、江川氏は今度は清原氏に対し内角高めのストレートを投げるが、清原氏がこれを引っ張ってファールにし、ワンボールツーストライク。続いての5球目、江川氏は今度も内角高めのストレートを投げるも、清原氏がこれを見送り、ツーボールツーストライク。続いての6球目、江川氏は今度は外角へのカーブを投げ、清原氏がこれを引っ掛けてショートゴロ。というふうに、江川氏は現役晩年痛めている肩の影響で思った通りのストレートを投げられないせいか、全盛期に比べると球威のないストライクゾーンギリギリを攻めるストレートとカーブの緩急を使ったコンビネーションで清原氏を打ち取っているが、清原氏が最後のカーブを引っ掛けたところを見ると、清原氏は江川氏のストレートしか狙っていなかったのかもしれない。ちなみに嘘か本当かわからないが、清原氏はこの試合の後、この打席について江川さんからおちょくられた感じやと発言したかのように報じられている。清原氏は後にとある試合で変化球で勝負してきた藤川球児氏に対して、チップをついとんのか、男らしくストレートで勝負して今回と発言しているので、この時のおちょくられた感じや発言はあながち嘘ではなかったのかもしれない。その証拠にこの試合での清原氏は江川氏のカーブをほとんど振っておらず、振ったとしても明らかにストレートのタイミングで振っているので、清原氏が江川氏のストレートを待っていたのは明らかだろう。ただこの時の江川氏のピッチング状態を考えれば、江川氏のストレートは明らかに全盛期のそれとは違い、球威が衰えているので、江川氏が清原氏に対してカーブを多投したのは仕方ないと言える。これがもし全盛期の江川氏であったなら、江川氏はストレート主体で清原氏と勝負をしていたのかもしれないし、ファンもそれを見て大いに盛り上がったと思われるが、さすがにこの球威だと変化球を多投しても仕方がなかったのではないかと私は思う。と同時にこの時の江川氏の投球をよく見ると、やはり江川氏はコントロールが抜群に、江川氏はこの試合8回まで投げ、西武打線をどうにか2失点に抑えているが、この衰えたストレートとカーブだけでこれだけのピッチングができたのは、自分の思ったところへ投球できるコントロールあってのことだろう。いずれにせよ一つ言えることは、この人はコントロールが抜群にいい。